はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さん、ブーあ列伝やっていきましょう。いやー、あのね、楽、ほんと物読むだけって楽だわ。いやーね、もう見てくれてる方いないかもわかんないですけど、もう私の自己満足にね、あれなんで。いや、楽ですわ。もうほんと年取ったらゲームするのが大変になってきちゃうんでね。88のゲームはまだシンプルでいいんですけど、ただシンプル、88の当時のね、あの頃のゲームはシンプルなのはいいんですけど、クソゲーが多いんで非常に苦しめられるんですけどね、今のもうマカからもそうですけど、そんな感じで、なっておりますので、ご容赦ください。次は天子さんですね。前回天草四郎さんまで行きましたので、天子さん、これ天子さんって呼んでいいのかな。でね、つい先日、そうまた話飛んじゃうんですけど、覚えられてる方おられたら、訂正しとかないといけないんですけど、私これ天を2って呼んだと思う、2って呼んだ時期もあって、それなんでかというとね、天ヶ崎、兵庫県のね、天ヶ崎と宝塚を結んでる道路があって、私それを二方線だと思ってたんですよね。でつい先日、またそこの辺に行ったらですね、ナビでですね、あのバイクで行ったのかな、その時ナビに言われました。天宝線を右折してくださいって次の信号で天宝線を右折してくださいみたいなこと言われて、え、なにこれ天宝線って読むのって、これだからあれは天宝線って読むんですね。私二宝線って思ってました。誰か言ってなかったかな、一緒にいてた人が言ってたような気がするんだけどね。私一時あそこ、あっちの方でね、なんです、ちょうどね、小屋っていう、昆陽って書いてね、小屋って読むんですけど、三国志で場所でありますね、確か昆陽。あれ小屋って、小屋っていう、あのね、有名な人だったらね、田中の、マー君、いや、プロ野球ね、楽天のね、彼がいたとこじゃないかな。彼が幼少の頃、野球してた場所だと思うんですけど、あの辺でちょっとね、一時仕事をしてた時期があったんで、その時ね、よくその道使ってたんで、てっきり二方線だと思ってましたね。天方線でみたいな。だからこれもだから、天子でいいんでしょうね、きっとね。はい、天子だ。はい、天子勝久さんです。天子家一門。新宮島でいいのかな、紀伊半島にあるね、三重県にある新宮でいいのかな、島の、正久の子、幼少時に新宮島の粛清に遭遇し、寺に預けられて僧になっていた。天子家が滅亡した後、維新の山中鹿之助さん、山中鹿之助さん関係するんだ、説得で還俗、で出家してた、寺に預けられてたから出家になるのか、僧になっていただからね。天子家再興を目指して織田信長を頼る。羽柴秀吉に属して光月城でいいのかなこれ、入城したが毛利軍に包囲されて自ら果てたかった。あらま、78から50歳、若い、25歳でお亡くなりになってるね。能力高いのにね。ちょっとこっち弱いけど、魅力低いね。で次は天子国久さん。おお、いい顔するわ。ほんと絵うまいね、この光栄の人。三国志も一緒、同じ人が描いてるのかな。でも多分ね、多分ですよ、多分モデルがいると思います。どことからモデル引っ張ってきてる気もするんですけどね。そんな気もするんですよね。だから俺、っていう人いますもんね、いろいろこの人ってね。はい、天子家一門、これなんて読むんだ、たでいいのかな。いや、なんとかしたのかね。京急、もう京急で行こう。その一族は新宮島と呼ばれて、盛況を誇り、京急、春久、何久なんだろうね、2代にわたって天子家の流星を支えた。しかし粗暴な振る舞いが多く、春久はじめ家中から疎んじられるようになる。そこを毛利元就に、つけ込まれ、罹患策にかかった春久に打たれた。これが天子家衰退の因となると。武力すごいね、でもやっぱ魅力低いね。このよく三国志とかでもありますね、粗暴な性格が元でっていうね。今のが正久さん、あ違うわ、国久さんか。で次は、成久さん、成久さん、
サネヒさん、サネ、実力の実、ミ、ミだったらサネって私今は読めるんですけど、はい、天子家一門、生まれた年分かんないんでね、でも1554年だったらだいぶ早めに亡くなってますね。天子家一門、国久の子、新宮党の武将として武勇を誇る、しかし一族に武功を誇り、家臣に暴力を振るなんと粗暴な行いが目立ち、家中で疎まれることに、最後は毛利元就の罹患者にかかった主君春久に刺客を差し向けられ暗殺される。父国久や弟、忠久で敬う、久も討たれ、新宮党は壊滅したと。おお、すごいね。だから武力すごいんだけど、みんな長飛だったんだね。はい、次は、この間春久さんかな。天子春久さん、60から14、36歳、46歳か、天子家当主、はじめ、読めない、千久、慶久、着尊っていう言葉もあるんだね。将軍足利義晴の変異を受けて春久と改名した。中国地方8カ国の守護となるが、毛利元就を吉田郡山城だをに攻めた際に、毛利さん攻めたんだね。吉田郡山城に攻めた際に、これね、なんかね、この2が連続してつくのがなんかね、すごい違和感あるんですけど、援軍の大内家に敗れる。後元就の計略にかかって一族の新宮党を粛清すると、軍事力が大きく後退して天子家の衰退を招いたと。でも能力高いんですよね。魅力低いだけで、天子家の人は魅力低い人多いですね。次、義久さん、はい、天子義久、この方長生きですね。長生きというか後半の人ですね。70歳まで来たの？はてなついてますけど。天子家当主、春久の嫡子で出雲守護、父春久の急死により家督を継ぐ、月山戸田城か、月山戸田城に、籠城して毛利元就の、出雲遠征軍と戦うが、元就の罹患策にかかって多くの家臣を失い、ついに開城して毛利家の軍門に下った。後に出家して、幽人でいいのかな、と合し、毛利家の庇護下で余生を送った。ああ、私も誰か庇護してくんないかな。もうなんかいろいろ疲れちゃったよ、ほんとね。はい、というわけで天子義久さん、これで天子家が完了しました。次は天野さん、はい、天野高重さん、84回、長生きしてますね。80歳までいってます。大内家臣、後毛利家臣、天子家と戦って武名を馳せ、その功で出雲に所領を得る。合算戸田城の、城代に任じられ、天子残党の山中鹿の、山中鹿の鹿の草さんは天子残党になるんだね。天子家なんだね。猛攻を受けるが撃退。毛利元時、元秋でいいのか。補佐、これ時とも呼んだりするもんね、秋ってね。補佐して、毛利家の出雲支配を担ったと。能力いいね。もう無人だね、スキル見ると。はい、次は天野康景さんかな。いたいた、この人。天野康景さん、徳川家臣、通称はサーブロベーサーブロ兵、家康の、人質時代から故障として仕えた岡崎三奉行の一人として、どっち変なしの天野サーブロ兵サーブロ兵、このね、なんとか兵って、違うか、3文字で2音で読んだりする感じあったりするでしょ、昔のやつってね。どっち変なしってなんだろうね。片寄らず公正に判決するというのは、そういういい意味なんだね、と歌われたと。関東に移ってからは江戸町奉行を務めると。そうなんですね、いい人なんだね。ちょっと見た感じ、なんかボケかますような人なのかなと思っちゃいましたけど、それは私の偏見でしたね。見た目だけで判断して悪いでいいですね。あらららら、ちょっとごめんなさいね。よいしょ。次は天野さん終わって、雨森弥平さん。雨の森なのか。雨の森そうだ。弥平って呼ぶのみたいなこと言ったような気がする。雨の森弥平さん。この人は別の作品でも見てますよ、私。名前が結構ね、インパクトあったんで。あざやかしなのね。姓は雨の森と読む。
実名は不詳、海宝綱近赤尾清綱とともに、ああ言ってたねこれ、海赤雨の三将、うん、これ海石雨とは読まないね、海赤雨っていうんだろうね、と称される重臣であり浅井家の旗頭であったという。浅井久政には特に重用されていたらしく、奏者として名が残っている。なんかできんの、吹けんの、まあ、かもわかんないね。まあ能力はまあまあいい人ですね。雨の森や兵衛さんね。え次、あこれあゆがいさんでよかったかな、あゆがい村重さん、あゆかいだったな、あゆかい村重さん、24、55、68歳まで言ってますか、いや24から55で69歳だ。もうそろばん何千歳できなくなってきちゃった、伊達家臣、照宗政宗の2代に仕えた照宗が政宗に家督を譲ると、隠居所ができるまでの間照宗を私邸に迎えている。この村重、村重、これ重とんでいいのかな、違うわ、村の宗信が最上家に通ずると自ら政宗に献上して、村信を追放させた。晩年は政宗に禁じして相談役となり価格を上げている。あそらこんなことしたらね、あのそらね、雇い主はもう感銘を受けますよね。おこのもう息子を売ってまでみたいなね。まあ義理がたい、ただあれまだ厳しいんですね。家族に対して義理が薄いっていうわけじゃなくて厳しいんですよね。だからちょっとね、息子さんが白状だったっていうような感じなのかな、あゆかいさん。はい、次は荒木氏綱さんね。はい、荒木氏綱さん、あ、わかりません。不詳です、年齢もね。丹波の豪族、豪遊をもって知られ、丹波に侵攻する明智光秀軍とたびたび戦ったと。旗の家滅亡後、明智光秀に仕官をするように誘われるが拒否し、代わりにこの氏清を出仕させた。後、氏清は山崎合戦で討ち死にすると。あ能力高いね。うん、武の人だね。で、次は、もう、息子さん出てこないんだよね。氏清さんは出てこないんだよね。で、もう村重さんね、この人ね、この人有名です。荒木村重さん。86歳から、あ、じゃあ86歳だ。86年から35、52歳。86から30、いや51歳だ。やっぱり一つおかしいね。池田家臣、後小田家臣、細川藤孝とともに織田信長に仕えて各地を転戦、足利義明の追放などで功を挙げる、後本願寺毛利家と結んで謀反を起こし10ヶ月にわたり籠城するが脱出して逃亡した。諸葛を放浪し信長没後は堺に住んで茶人として過ごしたというわけのわからないね、能力が高いんですけど、やっぱ裏切りしてるんですよね。で、茶道は高いんで、やっぱそういうことなんですよね。ああ、この人、十字がついてるわ。キリシタンなんだね。へえ、知らなかった。で、村重さんをもう裏切っちゃうと、ね、ひーちゃんとね、いろいろあったようですね。ねえ。だから、戦国理士年だっけ、結構裏切られた記憶があるんですよ、この人に。ああ、でも戦国理士年裏切ってたかな。いや、なんかこの人あんまりいい思い出ないんです、私は。個人的にはね。次は、有馬さん。有馬豊氏、違うね、豊氏。有馬豊氏、有馬というぐらいだから、あそこかな。忍者なんてね。42年から、おお、長生きしてますね、これ。42から69、78歳73歳か。なんで8っていう数字が出たんだろうね。で2から9引いたら、69年から42年まで来たんでしょ。だから42から69引いたら出たよね。42から69、73歳もうか。もうボケてんな。やばいな。豊臣家臣、有馬守護、赤松家の、支流、摂津有馬家の、範友の嫡男。ほう。秀吉配下だったが、秀吉死後は徳川家康に属し、関ヶ原合戦の功績で、加須、福知山城を築く。大阪の陣でも先行を立って、筑後久留米を領した。島原の乱の鎮圧にも老齢ながら功を立てて長生きだったからね。
あ、なるほどね。まあ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 、うん、いいみたいな感じなんですけど、ちょっといい時間になっちゃうね。あら、有馬豊さん、うん、ここまでだね。よし、ここでね、じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。